仕事とか音声の編集で365日触らない日はないというぐらいパソコンに触っているんですけれども実際パソコンの機能まだ2割ぐらいしか使えていないんじゃないかなと思いますというのもパソコンのイメージってやっぱりこうキーボードカタカタと叩いて出来上がるあのプログラミングのイメージって結構あるじゃないですか僕はプログラミングが一切できないのでやっぱあれが出来て初めて パソコンできるって言えるんじゃないかなって思うんですよねパソコンできるって何なんだって話なんですけどというわけで全くわからないプログラミングの世界の話を今日は聞いてみたいと思いますそれでは参りましょう dj 石川のむしゃむしゃラジオこんにちは趣味は何でもむしゃむしゃ dj 石川です 早速本日のゲストをお呼びしましょう今日のゲストはこの方ですまち、えー、づくりエージェントサイド BHT リジの高見ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします高見さんとは本当にこの収録日の前日に日が浅い関係ではございますが、はい、なので結構本当に知らなくて今高見さんがやられているまちづくりエージェントっていうのはどういう活動されているのかを伺ってもいいですかまあ IT 利活用支援ということでまあ地域の方々が結構やっぱりズームってな 何て使うのとかそういうような人も多いので、うん、まそういうような使い方を紹介するような教室をやったり、うん、あとは自分が主にやってるのは IT 活用支援のなんかイベントを開催したいっていうような方がいたら<あ>じゃあこれこういうような設備必要ですよとかこういうような 準備必要ですよと場合によってはこっちがスタッフに入るっていうのもありますし、うん、あとはその他だと SB キャストって地域活動コミュニティ活動を紹介するポッドキャストの配信とそれを深掘りする YouTube 番組 SBC オープンマイクの配信という2つの内容での配信を行ってます。やってますね、うん、すねごいい IT に詳しい方 なんですねまあそんなでもないんですけれどもなんか地域関係の方から見ると相手に一番詳しくなっちゃうっていう感じですかね、うん、うん。そんな活動をされている高見さん今日ご紹介いただける趣味は何なんでしょうか。今回はプログラミングということで進めていければと思いますプログラミング、はい、プログラミングって言葉はもちろん知ってるんですけれども <laughs> プログラミングって結局どういうことをやってそのプログラミングの結 何が生まれるのかっていうところを、うん、多分僕いまいちちゃんと理解できてないんじゃないかなって思うのでちょっと優しめに教えていただければなって思うんですけども例えばこれ収録の環境とか、はい、今アンカーを使っているわけですけれども例えばアンカーとかそういうソフトサービスとかそう言われるものをちゃ、うんと本当に、まあ、コンピューターって基本的に録音はできるし映像、はい、カメラとかも撮れるし、まあ、そういうのいろ、うん、んなハードウェアとかよくついてるんですけどそれらの 機能をちゃんと活かして音声収録っていう風に仕立て上げる機能、うん、そして何かトラブルが起こったらそれでもちゃんと収録が続けられるようにするような仕組みとかそういうないろんなものを仕組みを作り上げてちゃんと音声が収録できるサービスとして立ち上げて動かすっていうようなこういう作業がまあプログラミングっていう感じになるかな、うん、まあすごくもっと簡単に言うと例えばパソコンに最初から入っているアプリ電卓とかそういうのだと割と個人でも簡単に作れますけどちゃんとボタンを押したら 1っていう数字が出ます。2っていう数字が出ます。はい、プラスのボタンを押したら、その数字が次から計算足しますよという表示が出ます。うんうん、で、イコールを押したら、その合算した値が出ますと。そういうような機能をプログラムしていく、はい、え仕組みを作っていくっていうのがプログラミングですかねうーん。なるほど。じゃあ、例えばユーザーが1個アクションをしたら、その結果、 何かが起きるまでの途中式を作っている方っていうイメージなんですかねそうですね玉を転がしたら最後旗が上がるっていうシステムだとして、うん、ピタゴラスイッチの途中を作っているのがプロミラグラミングみたいな感じのそうですねまさに本当、うん、にピタゴラスイッチみたいなもんで、うん、基本的にパソコンであることって、うん、それ一つはそんな大したことができるもんじゃないんですよね、はい、でそういうものがいろいろ組み合わさってまさにピタゴラスイッチみたいな感じで動くことによって、うん で例えば A が B を起こして B が C に作用して C が D を動かして D が e, を e と F を動かしてっていうふうにずずつなぎになった結果最終的にこれができるみたいな感じになる。なる っていうのがプロググラミングですかね僕らはただこう録音ボタンを押すだけでいいけれどもその録音ボタンを押すだけでよくしているっていうのがプロググラミングなわけですね,そ,ですねえそれをそのプログラミングがそうやってサービスとかで仕事でやるっていう人たちがいるのはわかるんですけど、うん、プログラミングを趣味で活用するっていうのは どういういことにプロググラミングを使われてるんですか,、うん、か例えば自分ってプログラミングは料理のようなものだよってよく言うんですけれども<う>プログラミングって基本的に例えば料理と同じでいろんな料理材料を持ち寄ってそれをいい感じに切ったり焼いたり煮たりして、うんえー、ちゃんと使えるもの食べられるものを作り上げるっていうような工程、はい、でもその時々によってやっぱりレシピが書いてあったとしてもレシピの通りに作れないっていことは結構あるんですよね。うんまあ、料理だって 結構ありますよねな例えば、はい、大根買ってきたけど、ね、やたらひょろひょろのやつ変えちゃったとか、L 玉、うん、って書いてあるんだけど、うちで M 玉しかないんだよねとか、そういうの結構読み替え目が発生すると思うんですけどはい、はい、それと同じように、うん、プログラミングの世界でも読み替えってたくさん出てきます。でも、読み替えながら、うん、え料理を作っていくっていうような工程は、多分プログラミングも一緒なんじゃないのっていうふうに思ってはいます。趣味として、じゃあどういうふうに使うかっていうと、 自分は本職でプログラミングやってるわけじゃないのであれなんですけども、はい、例えばプログラミング仕事でやってらっしゃる方はまあ本業でプログラミングってやっぱり作れるものって決まってるのでもうあらかじめ上司がこれ作りましょうって言ったものしか作れないのでじゃあでもこの機能もっとこういうことに使いたいんだよねっていうようなものを作ってみるとか,か別に本業に関係してるすごく関係してるわけじゃないんだけどこれやるとめちゃくちゃ便利なんだよねっていうようなものを自分で作るとか。 あとは今だと結構あるのが、例えば Google ホームとかみたいな、音声で指示をすると、例えばエアコンが動くとか、電気がつくとか、そういうようなことができるようなスマートスピーカーあると思うんですけども、例えばそれに機能を一つ加えて、Google ホームに指示を投げれば、なんかのインターネットサービス経由でカーテンが開くみたいな、うん、その物理的な動きのある動作をするっていうのって、今のところだとできないんですよ、うん。まあ、できるものも一応あるんですけども。 うん、例えばそういうようなものをじゃあうちのように作ってみようかっていうようなことをやったりするような人はいますね。そういうようなだから本業で会社が作るほどのもんじゃないんだけれどもあるとすごく便利なんだよねとか、うん、そういうものを趣味で作る。 っってていいう人はすごく多いかなっていうあとはゲーム作るっていう人も最近増えましたよね。いわゆるインディーズゲームとかもそうですし、はい、ちょっと自分この仕事でこういう技術使ってんだけどあれこれってゲームにしたら面白そうじゃないかなじゃあちょっと作ってみようかっていうので自分一人で作ったり周りの友達が集めて 作ったりとかそういうようなことをするっていうのが、ね、まあ趣味のプログラミングっていう感じなのかなと思いますうん、うん、デジタル版の DIY みたいな感じですねそうですねうん。高見さんは実際にどういうものを作られたんですかうん。自分は例えばまあこれ趣味か仕事か微妙なんですけどまあうちの方で配信をする YouTube の配信をする早期にちょっとこれ画像とか動画とかウェブサイトとかをいろいろこれ出してくださいあれ出してくださいって指示を的確に答えていくのって大変なので、うん、あらかじめ それれを、Q、リストってていうのとこに入れてボタンを押しただけですぐスイッチングできるようなソフトを作ろうということで自分で作ったりあとはこれちょっとタイル状に敷き詰めたいよねって画像があってでも敷き詰めるためだけにいちいちソフト起動するのめんどくさいよねっていうことでじゃあ自分で作るっていうようなことをやったり趣味に近いところだと例えば自分がサイドビーチシティ以外の方でやってる温泉配信チェイラージシャットっていうところの BGM をつけるのに BGM をいちいちつける作業手先 めんどくさいな。 持って自分で作って、うん、BGM のファイルと今日の日付入れれば今日の日付の音声ファイル取ってきてその下に BGM を敷き詰めて3イフェムとかアンカーに上げられますよっていう形式の音声をパッと作ってくれるっていうようなツールは自分で作りました、うん。なるほど。キーボードのショートカットキーみたいな感じのことをどんどん自分で組み合わせて作っていくっていう感じのこととかができるんですね。そ、うん、それをすすごく発展させた感じになります、うん、もちろんその力 らが集まれば今だとオープンソースって言われてますけれども、いろんな人たち、うん、まあ本当に直接関係はないんだけどもプログラミングしたいっていうような人たちが集まって、うん、なんかソースコードを公開してみんなで一緒になんか作って、それを実際に役立てるようなツールを作ったり、あとは実際に音声編集とかで使えるソフトとかもそれで作られてたりしてますよね。なるほど。例えばさっきおっしゃっていた声だけでカーテンが開け閉めできるプログラミングをした人がいたら、それをどっかサイトに 上げてじゃあ、うちもその自動カーテンにしたいっていう人が取ってこれるっていうのが、うん、木材とかでやる DIY とは大きく違うところなんですね。そういうような時に、例えばカーテン開けるになると実際の機械とかも必要になるので、うん、あのソースコードだけじゃさすがにどもなんないんですけども、ああねうん、ただ、例えば組み込んだ機械を動かすためのプログラムっていうのはやっぱりインターネットのプログラムなので、そ、うん、れをソースコードっていうのを設計図を公開しておけば、それを読んで、 あうちにもつけっこで見ようかなっていうような人がつけて使ったりとかっていうようなことはできるようになります。うん、で実際にやっぱりそういうのを社会活動に生かしてみようっていうようなものがシビックテックと言われるのは Code for Japan で結構行われてたりしてますし、うん、そういうのはいろんな分野にちょっとプログラミング使ってみようよオープンソースでやってみようよというような取り組みはすごく多くなってるしそれも中にはやっぱり趣味ベースで始まってるものって結構ありますね。 高見さんがそうやって趣味の中で、まあお仕事にも多少絡んだりしながらプログラミングをやっていく上で、趣味って言えるぐらいプログラミングが楽しいなって思うところってどこなんですか なんていうか自分専門学校の時に思ってたのがこれ材料費のいらないプラモデルだなっていうふうに思ったってとこですね<ー>多分自分は貧乏症じゃなければプラモデルやってただろうなって思ってました<ら>でも自分は途ちだったらあんまり物を消費するっていうのが得意ではないので、うん、やっぱり貧乏症なので、うん、でその結果まあでもあ材料費直接はかからないじゃん資料代はかかるけど、うん、だったら、うん、プログラミングって面白いねっていうことで始めたのがプログラミング みたいなものなの。 そっかじゃあそうやってプログラミングの材料を集めて一つ新しいプログラミングを生み出した時が気持ちいいってなるんですね。うんうん、いろいろありますけれども実際に使えるものができた時っていうのも楽しいしなんか一見するとこれ動かないかなっていうような問題に出くわした時それを一発でうまく解消できた時とか、うん、他の人がこれこう,ういう風にすればできるよっていうのとはちょっと違う方法でうまくいっちゃった時とか、うん、そういうような時は結構嬉しいって なっていうふうに思いますかねうん。まだ誰も作っていないソースコードを開発したみたいなそれって結構、うん、そのテクニックもあるとは思うんですけれども思いつきも結構重要だったりするわけですよねアイデアもきっとこういう動きをするものが欲しい ってていいうう思いからプロググラミングをしてみようが生まれるわけですもんね、うんまあ、ここ最近だと本当に趣味プログラマーの方ももうそんな課題なんかないでしょうとか言う人も多いんですけども自分そんなことないよねっていうふうに思ってていくらでもやっぱりまだまだ個人で作れるソフトっていっぱい必要とされてるものがあるんじゃないかなっていうふうに思うしそういうような趣味の分野ってもっともっと広がってほしいなっていうふうに思いますかね例えば天体とととかかだと見つつけけたた人の名前り 森末とかイエガーとかみたいにその新しい動きを見つけた人の名前つくじゃないですか。うん、なんか名前をつける権利があるというものもありますし、うん、あとはそうですねあのオープンソースのソフトなんかだと、うん、結局ライセンスって言ってそのソースコードを使ってもいいけどこういう条件守ってくださいねっていうようなルールをつくことができるので、うんうん、それに中に例えば著作権の表記は消しちゃダメですよ付け足してくださいねとか。 はいはい、あとは同じルールで配らなきゃダメですよとかそういうのはいろんなルールをつけられるんですけど。うん はい、その中に例えば自分の名前が残ればそれでいいやっていうような人もいるしソフトの名前に直接そういうのをつけるっていうのもそうだしありえると思うしなんかいろんな付け方いろんな名前の残し方っていうのがあると思いますが大抵自分の名前はつけないですけどねどうつけてる人はあんまり見かけないですけどね、うん、なるほど自分が作ったプログラミングをみんなに共有する場合って基本的に無料なんですか 昔なんかは本当にフリーソフトかシェアウェアかとか言われてる時代なんかだと、例えばベクターとかそういうのをサイトに集金を代行してなんか作って良かったものを行くばっかのお金で買ってみたいな仕組みもあったし、うん、今だとブースとかそういうのサービスを使ってちょこっと売ったりとかもしてる人もあると思いますけども、 結構やっぱり無料のソフトは無料のソフトが多くなっちゃいましたかね。なかなかやっぱり今インターネットのサービスの規模が大きくなりすぎちゃって、うん、お金ににすするのが大変になったったて感じです自分が例えば100円で売ったとしても同じようなプログラミングをした人が0円にしちゃったら100円が売れなくなくっちゃいますもんね、うん、それに例えばスマートフォンのアプリとかも結構プログラミングで作る人も個人でもいますけども、うん、やっぱりスマートフォンって要求事項がすごく多くって。 はい、例えば最新機種に対応しなさいとか、うん、あとはこれこれこういう技術仕様に対応しなさいとか、うん、あとはどこどこの国の配布にこういうルールが追加されたので対応しなさいとか、うん、いろいろ増えちゃって本当に100円200円どころのやつだとまりに合わないんですよねだから結局も個人で結構きついなっていうのは確かにあるだろうなっていうふうに思います。 うん、まあそっか。ね、単純にやれ iPhone 対応、Android 対応とかあったりとかだけでも大変なのにアップデートもどんどんされていくから、うん、アプリやろうとすると結構大変なんですね。うん、だからそれもあって個人のものは本当にインターネットで公開はするだけだったら全然ただなので、で、うん、余しちゃってるとか、うん、本当に手弁当でやっちゃってるとか、うん、そういうのは増えてはきているなっていうふうには思います。まあ海外だとまた事情違うんでしょうけどね。うん。結構やっぱり そういうようなオープンソースでそれを仕事にしてやってる人もいるので飲ん<ー>だってまだまだそういうの少ないのかなっていう,ういろいろプログラミングするのってまず最初にじゃあ今日から何かプログラミングしてみようってなっていきなり何かできるわけじゃないと思うから結構下積みというか勉強必要なイメージがあるんですけど意外 難しくはないといとうか結構、は下がったと思います、えー、昔って開発環境を買ってくるのに、万円とか平気で買ったので <laughs>、<laughs> 趣味でアプリ開発をしてる専業主婦の方が自分の知り合いにいたんですけど、その方の買ってもらうと平気で10万超えてたんですけども。<laughs> でも今だと大体 ののものは無料ででで、揃うんですよねうん、うん、で基本的な情報も結構簡単に揃うし、はい、本当にすごく簡単なアプリ、先ほどの電卓みたいなものだったら、割とある程度無料でちょこっとサンプル少しいじっただけで作れちゃうっていうのは多くなってきたので、うん、結構できるんだろうと思います。うん、ただ、ハードルは高いんですよね。うん、ちゃんと、例えばインターネットサービス作りましょうとか。 はい、どこどこのスマートフォンで動くアプリを作りましょうとかそういうことになると、うん、途端に敷居が上がっちゃって、うん、なんかすごく。 あの途中までは簡単にいけんだけど後半すごく大変になっちゃってそれは本当趣味プログラマーが活動しづらい分野になっちゃったなっていう風うに思いますねなるほど,どれぐらい前からその高見さんがやられてるかっていうのが分かんないんですけど高見さんは今と比べてまあもうちょっと前から始められている状態でどっかのタイミングでプログラミング面白いなって思ったと思うんですけどそのハマったきっかけみたいなのって何かあったんですかもともと自分はあのインターネットを最初に始めた時に音楽の分野 にいたんですよ、うん、DTM っていうことで,、はい、で DTM で最初に使ったソフトのコミュニティにやったらプログラマが多くって <laughs>、うんで なんかそのソフト自体も音楽を再生する機能はすごい強いんですけども楽譜を作る機能がすごい弱くって、うん、だからほぼ自分で作れっていう感じだったんですね。うん、でそれの支援ソフトとかちょっと作りたいな他の人も見てでなんかこういうのをもうちょっとこうなったらいいのになとか作って考えて作ってみたら、うん、そのまにか音楽は向いてないかなと思ってそっちだけ残ったって感じです、えーあ。でも音楽にも似てる部分がもしかしたらあるんじゃないですか、うん、まあ、実際音楽も もまあ最近ちょこちょこと作ったり YouTube に上げてたりしてるわけなのでまあ単純に音を並べる才能があんまりなかったかなっていうだけで音楽は好きなんですよ。そういうようなことでやりながらまあプログラミングがまあでもプログラミングの方がやっぱり結構自分一人でできることが多くて。 楽ししいいななってうにはは思えたりはしますね、うんうん、なるほどへそういうきっかけでプログラミングに入るっていうことがあるんですね。うん、今、そうやってこうなったらいいなみたいな感じの思いを具現化していくのがプログラミングだと思うんですけど、うん、高見さんの中で、まあ、その趣味の範囲とかでも構わないんですけど、いずれこんなプログラミングしてみたいなとか、こんなプログラミングができたらいいなみたいな夢とか目標みたいなもの。割と具体化してるところから言うと、うん、例えば、 ゲームの BGM、うん、結構サウンドトラックとかでいっぱい上がってますけども、はい、ここ最近のゲームの曲って再生できないんですよ、うん、その通りの環境で。任天堂関係のソフトゲームやっってらっしゃいますえいや最近はやってないですね。 えスプラトゥーンととかかそそううういこでですすじゃあ例えばスプラトゥーンの曲って、うん、残り1分の時急に曲変わりますけども、うん、ああいうふうにいきなり曲が変わるとかって結構ありますよねあ昔で言うと「スーパーマリオ」で1分前で速くなるみたいな感じのじゃなくて例えば、うん、あのスプラトゥーンだと街の中とかだとあとか BGM の上に途中でなんか乗っかったり別の音楽が乗っかったり、うん、途中からふっとその BGM が消えたりとか。 のことがあると思うんですけども、うん、ああいうのってよくインタラクティブミュージックって言われるんですよね、うんで。他のゲームだと例えば12345っていう種類の曲があって123123123で流れてるんだけど なんかちょっと差し迫った場面になると1234512345、うん、になって<ー>で途中から345345になって敵が弱ってくると四5 4 5になるとかそういうよういよなすごいグラデーションのある BGM の流し方をしてるゲームがあったりして、えーうん、あれって実はパソコンで再現できないんですよサウンドトラック聞いてもその通りにならないっていう、うん、だああいうのをパソコンで再生できるソフトを作りたいなって思ってて。 例えば自分が好きなのだと「ファイアーエンブレムとかだとあの戦闘マップと戦闘画面が同じ曲ででもテンポが違ったり別の楽器が載ってたりするんですけどもあれと同じようなものをパソコンで流せるようにして例えばこのアプリを使ってる時は戦闘画面の曲になって。 うん、ブラウザに戻ると戦闘マップに戻るみたいなそんな感じのフェードインフェードアウトができるソフト作れれば面白いなっていうあれ面白い最近戦闘中の BGM とか流してたりしてるんでうん、うん、だから戦闘中がなんか雰囲気が変わっていくとすごく嬉しいなって思うまん 気持ち上がりそうですね、作業しててもね。だからそういうのって、なぜか不思議とないんだよねっていうふうに作りたいなっていううん。です。いいですね。え、それはもう高見さんがやる気になって、よしやろうってなれば作れるもんなんですかそれでもちょっとやっぱ準備が必要だなって感じなんですか多分,多分作れます。使うのに必要な部品はだいたい目星がついてるので <laughs>。うん、うん、じゃあそれがきっと近いうちに発表されるわけですね。うん ねえいいですね、そういう目標もあってできる趣味っていうのもまた面白いですねなんか本当、ね、あとはもう本当に専門学校の時にすごく思ってたことは、うん、なんでこんなに面白いプログラミングの趣味のコーナーにこの本ないの,っていうの、うん だからプログラミングの書籍を趣味コーナーに持ってきたいなっていうふうに思って,いてあねそれだともっと枝葉が伸びたいろんな本が出てくると思うんですよ、ね。あ、うん、って結構その場その場で使える本はあるけれども、うん、長く生きる本っていうのがあんまりなくて。 だからそういうようなもっといろんなプログラミングの勉強の仕方が子ども向けとかだけじゃなくて大人も子どもも学べるような本が増えていって趣味の分野で当たり前のようにプログラミングっていう本が出てくるそんな感じになればいいなっていうふかねうん、うん。やっぱり全くプログラミングに触れたことがない僕なんかからすると難しいんだろうなってイメージを持ってたりとかするのもあるんですけどだからこそじゃあ高見 ささんが僕が僕プロググラミングハマっったたなってなてるるようにさせるためにせめはまず何やらせてみますかそうですねなんかもっともっと簡単な環境とかっていっぱいあるんですよ。例えば子ども向けのプログラミング学習環境とか言ってスクラッチとか、うん、コードトトルグとかアワーコードとかあとはビスケットとかそういうのいろいろあるんですけども、うん、ああいうような環境でまず触ってみる。 結構意外といいいいんじゃないかなかっっていう風に思ったりはします子供用のプログラミングの資料だったりを探ってみるって感じですかインターネットのサービスなんです全部。で例えばブロックを積み木みたいに組み合わせることによって例えばスクラッチだったらそれで猫が動きますとかあとはコード .org だったらパズルをクリアするためにブロック組み合わせましょうとか。 うん、そういうような感じのものがいくつかあってああいうのから始めるとすごくすんなり「プログラミングって何?」とかどこが難しくてどこが簡単でどこが面白いのかなってのが分かってくると思うだからまずは本当にスクラッチから入ってもらうとかあと、うんまあ、全く課題がないのでスクラッチちょっと難しいっていう方は、うん、コードット・ログとかから入ってもらって、うん「プログラミングってこういう風なんだ」っていうふうにいくつか作ってみて面白いと思ったあと例えば、まあ、すごい ハードル上がっちゃうちゃ上がっちゃうかもしれないですけどもコードペンとかそういう結構個人個人が開発者がサンプル作って適当に上げてるサイトっていうの結構あるので うん、そのサイトを見て、あプログラミングってこんなことできるんだっていうようなものを見たり、うん、TikTok でも結構、最近上がってますね。プログラミングって検索すると、結構、プログラミングでこんなもん作れるんだよっていうような動画が上がってたりして、うんまあ、英語で検索するのがコツです。海外の方結構、うん、そういうの好きなので。なるほど、そっかも TikTok も多様性が今すごいですからね。うんうん、んかだから どうせあの自分の場合どうせ英語で解説されても分かんないしなっていうのも思ってるので、うん、BGM をミュートにして、うん、ポッドキャスト聞きながら全く関係ないプログラミングの動画とか、うん、TikTok で流しててすごい<っ>マルチクこ今こういうことできるようになったんだとか、うん、で面白そうなやつは全部ハートつけて後でパソコンで見るとかい、うん、なことしてますねへ <laughs> えー、あそういう TikTok の使い方もあるんですね、うん、あでもそうですねちょっと本当にどれぐらいの難易度なのかって 全く自分の肌感覚として分からないからまずはちょっとキッズ用のものを見てプログラミングとはどれぐらい難しいものなのかもしくは意外と簡単なものなんじゃないかなっていうのを実感してみたいなって意外ととできると思いますよく数学でできなないいとプロググラミングダメだよって言うじゃないですか、はい、自分数学本当に苦手で小学校5年の算数からきつかったんですよ。 うん、で今でも例えば距離の計算あの高橋く君が何分前に家を出ましたみたいな、うん、出ないですからね。へえー、だけどプログラミングはできる、うん、プログラミングに必要なのって数学じゃなくて数学的な考え方なので、うん、それって結構数学できない人も実は持ってたりするんですよ。なるほど似て非ななるものなんですね、うん、だから、うん、例えばよく言われる三角関数とかも、うん、三角関数そのものを知ってる人は実はなくて。 うん、あので,でもあれこれや今やったけどこれよく見たらこれ参加関数じゃないのっていうふうに思ったりすることはあるかもしれないけどそれを実際の関数の解き方とか知ってる必要はないっていう、ねうん、だからこういうふうにやればできると思うよっていうふうにプログラムに指示すればいいだけなのでうん、うん、それにあと何回もやり,なやり直しちゃっても構わないですからね。うんうん 手軽に失敗できるっていうのも本当プログラミングのいいところなのであなるほど材料を無駄にするってことがないですもんねさすがにインターネットサービスでやっちゃうと材料は無駄にしないけどお金は無駄にするので <laughs> 注意が必要ですけど, <laughs> なるほどいや<う>でもそうですねそういった意味ではまずやってみるっていうことのハードルは低いですよねその先にあじゃあこの先行くには英語できた方がいいねと このの先行くく理科でででききたた方方ががが面白いいいいいねねととと数学そううう分野に広がって思なるほどだから最近その子どもの教育でプログラミングっていうのが流行っているっていうのは、うん、なんかニュースだったりとかで見たことがあるのはそうやって自分で組み立てる想像力を養うだけじゃなくて、うんうん、壁にぶつかった時に何を勉強しなきゃいけないで自発的に学ぼうとする姿勢も組み込みやすいっていうのは一っぱいとくってのかもしれないですね。うん やっぱり何を何のために勉強するのか分かんないって一番辛いと思うので、うん、そういう時にプログラミングってそのきっかけになりうるんじゃないのかなっていうふうにはすごく思いますし、ね、やっぱこれからやっぱり AI とかプログラミング的なものが コンピューターがなんかいろんなものを代行してくれたりするようになってくると思うので、うん、そういう時にいかにプログラミングとか AI とかコンピューター的なものを敵対視せずにお互い仲良くいい関係作れるかっていうふうなふうに思うと多少は自分も向こうの言葉知ってた方がいいよねっていうことになるんですよね。うん、やっぱそこは英語を勉強するのと同じでやっぱりプログラミングの、まあ、言葉コンピューターの理屈とかを知ってれば コンピューターって、あこのコンピューター、今何考えてんだと考えてるわけじゃないですけども、うん、何やろうとしてるんだとかどういう、どうしてこうなっちゃったんだとかで分かるようになってくると、多分コンピューターといい付き合い方ができるようになるなと思うし、AI ともいい付き合い方ができるようになると思うんです。うん、うん 自分も最近、本当にゲームのなんかレイアウトの参考資料とかを欲しいときにあーあの AI に絵描かせたりしますからね。最近、AI が描くイラストとかも流行ってますもんね。うん、だからやっぱり時々、AI の絵だとあの目がおかしかったり食べ物の輪郭がおかしかったりとかいうのいろいろあるので直接は使いづらいかなと思うんですけども、うんうん、ただそこからアイディアをもらうっていう意味ではすごい優秀だとって常識が思うんです。うんうん だから常識では考えつかないレイアウトとかしてくれるんですよ。うんでもあこれ面白いじゃんっていうふうに思って <laughs>、はい、それが付き合い方ですもんね。そういうヒントを得られるってすごいいいなと思ってうんいやただ単純にそのプログラミングして面倒くさいものを簡素化するっていうだけじゃなくいろんな広がりがありそうだし考え方にも役立ちそうだから、うん、ちょっとなんかやれたらいいんだろうなっていうふうには思いました。うんうんうん 実際に、まあ、家庭科と同じだと思うんですけどもあの家庭科だって別に料理しない人でも多少はできた方がいいよねっていう風になると思うんですけども、うん、それと同じでプログラミング結果的にしなくてもいいし本職になる必要なんか全然ないんですないんですけれども多少知ってると多分結構幅が広がりますよっていう。 うん、内容だと思いますで個人でちょこっとしたツールあのこれ何度もやってん毎日やるんだけどこれこれぐらいは自動化できるでしょとかいうようなところを自動化するでもいいし毎年やるんだけども毎回思い出す作業にめちゃくちゃ時間かかるんだよねってことのことを自動化しておくでもいいし、うん、そうやってプログラミングってほどではないけどプログラミングなので。うん そういうのことぐらいはできておくと多分すごい幅が広がる。で、それは多分今のプログラマーにはきっとできないことなので、うん、の今のプログラマーって専門性高すぎちゃって、逆に足元が見えてなかったりするんですよね。うん、だから足元のこういうこと、ああいうこと、あ、これって実は自動化できた方がいいんじゃないのっていうことに気づかないあのあったりするので、だからそういうのって本当にいろんな人ができたらいいなって。 っていうふうふに思ってます本当に今自分がサイドビーチティやってるのもそこで、うん、あの IT 利活用支援をして実際に地域の人たちがな IT を使えるようになって場合によってはプログラミングもできるようになったら多分今までプログラマーが思いつきもしなかったようなことをやってくれるだろうなって,って、うん、そこがすごく楽しみっていうのもありますねうんそうですね、まあ、今までやったことなかった人が今までの常識を変えたり、うん、AI が 先ほどおっしゃったように常識がなくて新しいアイデアが生まれたりとかっていうことでこう技術の発展の種になりそうなものがいっぱいあると思います。うん、だから今でこそ本当にシビックテックとそういう分野って結構 IT 技術者の方もやってますけども IT 技術者以外の人がプログラミングを覚えて実際にプログラミングしたら多分 本当に地域の方々が今まで毎回やっててすごい面倒くさいなと思ってたことがパッと解決しちゃったりするっていうのはあるかもしれないなと思ってますね。うんそんなのが生まれたら楽しいし、うん、あこういうことだなってその時に別れるために何かちょっとプログラミングやってみるっていうきっかけにこの会がなるといいですね。すね最後に せっかくなんで、高見さんの番組のご紹介をしていただけたらなと思うんですが、えー、メインで配信している方で、えー、SB キャストという。 町づくりエージンとサイドビーチティが配信している SB キャストというポッドキャストを、えー、自分がパーソナリティとしてやっております。こちらは地域活動、コミュニティ活動を紹介するポッドキャスト番組ということで、毎月2回ですね、第2、第4の金曜日の5時からということで、地域の活動、例えば子育て支援やってらっしゃる方、高齢者支援やっている方、あとは子育ての応援をやっている方、あとはそんな活動をしているいろんな方々の支援をしている方、中間支援をしている方、 って言いますそういうようなところとか、あとはたまに IT コミュニティあの、IT 勉強会をやってらっしゃる方、あとは IT 系のポッドキャストを配信してらっしゃる方、いろんな方々をお招きして、なんでそういうことをやってるんですか、なんでどういう課題があるんですか、どういうようなことを解決したいですかっていうようなことをお伺いしていくポッドキャストをやっております。やっぱりあのいろんな分野について横断で聞けるので、 あこことここって結構近いじゃんとか、自分の地域でこういうことやってる人いないんだけど、実はそれって自分もできるかもなっていう気づくきっかけになってくると思うので、ぜひ聞いていただければいいなと思います。SB キャスト、そのまま SBCAST で検索していただいてもいいですし、最近、スタンダイフェムの方でも再配信という形で始めておりますので、そっちの方を聞いていただいてもいいかなと思います。高見さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。 今回はとてもアカデミックな雰囲気のお話でしたねどうやって実際にやってみようかなとまだ明確に見えていませんがこういう音声を編集していてもパッと一発キーを押しただけで出来上がるものがあればいいなって思うことは多々あるんですよね。で仕事でもなんか毎月同じ作業してるなってことがあってそれを一発で変換できるようなプログラミングを組めたら もっと仕事とか楽になるのかもしれないですね。それができるようになるまでに自分の技術が上がるのとそれをやり続けるのどっちが得なんでしょうね。というわけで本日の「趣味川柳」。川柳もプログラミングできたらな。川柳もプログラミングできたらな。 毎回お話を聞いた後、自動生成で川柳ができてくれれば楽なのに、なんならこの作業が一番時間かかってる気がします。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。ムシャラジに出演してみませんかあなたの趣味の話を聞かせてください。ムシャラジに出演してもいいよという方、ツイッターでムシャラジを検索していただき、DM をいただければと思います。DM めんどくさいよという方、固定しているツイートにいいねを押していただけるだけでも、こちらから DM をお送りします。 そして、ツイッターをやっていないよという方、メールアドレスもご用意しております。メールアドレスは、ムシャラジオアットマーク Gmail.com。ムシャラジオは、m-u-s-h-a-r-a-d-i-o です。皆様からのメール、DM お待ちしております。 最後に、むしゃラジは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をよろしくお願いいたします。それでは、今回は、プログラミングをいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。